昨日10月8日、アメリカに亡命中の元香港大学ウイルス学者、エンレイム博士が第2の研究報告書を発表しました。新型コロナウイルス、SARS コロナウイルス2は超原生物兵器と題される研究報告書は、エンレイム博士と3人の科学者が共同執筆したものであり、研究データリポジトリであるゼノドウェブサイトで公開されました。 論文のタイトルは、サーズコロナウイルス2は、超原生物兵器である、大規模で組織化された、科学的な不正を明らかになった真実であり、中国共産党の関与を指摘しました。また、今年3月、中国科学院の元研究者が、新型コロナウイルスがキラーナノロボットの特徴を持っているとコメントしました。